内藤正樹は、江戸時代中期の大名。道の区国岩木平藩の第六代藩主、日向国延岡藩の初代藩主。藩位は、十五位下、秉御神。延岡藩内、藤家宗家六代。岩木平藩四次だった、内藤義秀の長男。父、義秀は、祖父、内藤義貝によって拝着され、正樹が生まれた当時は、江戸で隠居生活をしていた。 教法3年に、仙台藩主、内藤義中が22歳で、死死もなく創生したため、義秀の子である正樹が後を継いだ。しかし、若年のため、しばらくは、松尾芭蕉からも、才能を認められるほどの優れた俳人でもあった、義秀が藩政を貢献することとなった。翌年正月、正樹の新藩主就任祝いとして、松賀族の女、 松吉高京役から饅頭が献上された。これを怪しんだ義秀が饅頭を犬に食わせてみたところ、たちまち犬は死んでしまった。若年の藩主の下で藩政を牛耳り、あわよくば藩主の座をも狙っていたものの、正木の後見人として、かつての性的であった義秀がいる以上、それは不可能であると判断した松子と穂が、正木の毒殺を図ったものと言われる。義秀は、 松賀族の女、公共親子とその一派をすべて捉えた。取り調べの結果、主犯は老齢の族の女自身ではなく、息子の公共であると判明した。吉秀は公共を投獄し、族の助とその孫の松が中継ぎに対し英知教を命じた上、松賀家を断絶処分とした。さらに、松賀親子の腹心島田里助をも処刑するなどの厳しい処断を下した。 こうして、遠方8年から始まった一連の政治的混乱は、完全に鎮静化した。その後、吉秀は再び俳句に専念したため、正樹が藩主として、申請を行うようになる。ところが、当時の岩木平藩では、故障騒動などの混乱や、松が一派の悪性などによる重税で苦しめられた、領民の不満、洪水やなどの天災と、犯罪性破綻などが、 相次いでいた。このため、原文3年9月に原文百姓一揆と呼ばれる大規模な百姓一揆が発生する。この一揆では2万人もの群衆が城下に押し入って役宅や町役所を破壊したりしたが、正木はこれを力によって弾圧し、百姓の要求を退け、指導者28人を捕らえてそのうち7人を鎌田瓦で処刑した。しかし、 この百姓一揆発生などの懲罰として延長を四年、日向延岡に転覆された。なお、道の区国岩北平から、日向延岡への転覆は、江戸時代を通じて、最も長距離の大名の転覆である。転覆すると三福寺を藩死下の母大寺とする。法暦六年、養死し、西洋に家督を譲って隠居した。明和三年、六十四歳で死去した。ありがとうございます。